ランドドルフ・カールスは、インド出身のピアノ奏者。コルカタの生まれ。父グスタフは、上海生まれの音楽学者で、1938年に、オーストリアからインドに亡命してきた、ユダヤ人であった。1歳の時に、フランスに移り住み、7歳からピアノを学び始める。1958年から1964年まで、パリ国立高等音楽、舞踊学校で、 ジャン・ド・アイアンとジャン・ル・マルションにピアノを学び、ジュリアス・スカッチェンやジャン・ファッシー・ナラの訓等も受けた。1966年のリーズ国際ピアノ、コンクールでは4位入賞し、1968年にはオリビエ・メシアン国際ピアノコンクールで優勝した。1977年にカトリックに改修。1986年に演奏活動から身を引き、聖職者に転職した。 ジャン・ロドルフ・カールス・ディスコグス・ハット・テスティモニー・オブ・ファーザー・ジーン・リドールフ・カーズ。2017年10月1日時点のオリジナルより、アーカイブ。2017年10月1日閲覧。ドビュッシー・メシアン・ピアノ作品集、自家輸入版。2017年10月1日時点のオリジナルより、アーカイブ。2017年10月1日閲覧。レペール・カーズ・ヌ・パール・ディ。 オリビエメシアン、イデオアゾ像。2017年10月1日時点のオリジナルより、アーカイブ。2017年10月1日閲覧。ありがとうございます。